2人で SAP の SDGs について調べろっていう任命、ゼロエミッション、ゼロウェイスト、ゼロイネクオリティ、製品を開発するっていう工程から見直しがあるっていうところがポイントだよね。社内にもこう、社外にももっとこういったことを知ってほしい。始まりました第4弾。さて今回も前回同様、調査の任命者である福岡さんにも来ていただこうと思うのですが、その前におさらいです。SAP が産業、社会への貢献を目指すべく3つのゼロを目指したソリューション開発を進めているんですが、その3つ覚えてますか？ゼロエミッション、ゼロウェイスト、ゼロインエクイティ。完璧です。ではお呼びしましょうか。福岡さん、はい、こんにちは。こんにちは。前回に引き続きゼロウェイストについて調べてきたので、いろいろご意見いただくこと可能でしょうか？はい、もちろんです。まずゼロウェイストというと、従来はこう排出された資源を再利用することを目指していて、代表的なものにリサイクルが挙げられます。ですがこう SAP が掲げるゼロウェイストは循環型経済を指していて、バリューチェーン全体を循環させる仕組みのこと、つまりこうそもそもの原材料調達であったり製品デザインの段階から回収資源の再利用を前提とした設計を行うことだってこと分かりました。そうね、そうね、いいね。とにかくポイントは、今までみたいにね、その直列的なバリューチェーンで最後のね、ものを捨てるところを見直すだけじゃなくて、製品を開発するっていうね、上流の工程からも見直す必要があるってことだよね。サービスを受ける側としての責任も重要視していて、消費者が最近環境に配慮したサービスを選ぶのと同様に、取引先の選定基準に SDGs を盛り込んでいて、例えば使い捨てプラスチックの使用を減らすようにサプライヤーに協力を依頼しているみたいです。使い捨てプラスチックを減らす活動についてだと、いろいろな方面で取り組みがされてるなって思って、カフェテリアでのカップだったりストロー、イベントでこう使用されるものにおいて使い捨て素材の解消をしていたり、こう包装を減らすだったり、あとは充電器とかのこうガジェットを自動販売機で入手できるようにしていたり。あ、そうね、まさに僕も以前本社とか出張行く時に毎回思うんだけど、結構あちらこちらにね、会社の中に自動販売機があって、包装だとか一切やってないよね。でそこで自分で欲しいものをね、選択して購買するんだけど、よくできているのが、もちろん包装材のね、削減だけじゃなくって、そういったその顧客の、まあ顧客というか従業員であって、今回は従業員が何を買ったかというところも、結構データ蓄積して、誰が何を買ったのかっていう購買分析までしてるんだよね。すごい、さすが IT の力フル活用されてますね。そういえばジャンブルっていう自社で開発したアプリもありますよね。お二人はご存知ですか？何ですかそれは？SAP のグローバルの社員同士で使わなくなったものを提供できるようになっていて、同じ会社の方から提供されたものなので安心して使えるっていうだけじゃなくて、それがまた新しいつながりにもなるんですよね。僕は結構実はこのアプリ使ってて、最近とかも最近も電子書籍派になったので、紙の本とか出品したりしてるんだけどね、まだ反応されてないんだけど、結構それでおっしゃる通り社員の新しいつながりとか出てくるから結構重宝してます。よくチェックしておきますね。なんか使わなくなったものを普段私はお店に持っていく派なんですが、それも一つの手段ですが、こう誰の手に渡ったのかまで分かってつながりのきっかけになるのはより良いなって思います。ゼロウェイストについて社内の取り組みが少しずつ分かってきました。本日もありがとうございました。次回はゼロインエクオリティについて調査していきます。